続いてのトラック競技は男子 200m 競走予選が5組に分かれて行われます。各組の2着までと3着以降記録の上位6名が準決勝へ進出いたします。まずはその第1組、6レーン、7レーン、8レーンを分けて6名の出場です。男子 200m 競走予選1組が出発いたしました。女子同様2着プラス6名入選です。さあここで先に立っておりますのが第5レーン、中央大学神奈川の西君。男子 200m 競走予選は続いて2組です。4レーンを分けて7名の出場です。男子 200m 競走予選は2組が出発いたしました。第7レーンは足利銀行栃木の佐藤君。女子 200m 競走準決勝に進出いたします。プラスの6名が判明いたしましたのでお知らせいたします。第1組を走りました半沢さん、駿河台大学千葉。第3組を走りました茅野さん、東海大望洋高校千葉。第5組を走りました福島さん、埼玉立教埼玉。第2組を走りました柴田さん、山梨学院大学埼玉。第4組を走りました小松さん、市立船橋高校千葉。第3組を走りました高島さん、中央大学神奈川。以上25秒82までの6名が。男子 200m 競走予選は続いて3組です。プログラム記載通り8名全員の出場です。スタート。
クロールが参加を始めていきます。男子 200m 競争第予選第2組の結果をお知らせいたします。1着264番佐藤君足利銀行栃木時間21秒72、2着616番ワニシ君駿河台大学千葉22秒07、3着425番斉藤君城西大学埼玉22秒14、この時向かい風。男子 200m 競争予選は続いて4組です。2レーン6レーンを分けて6名の出場です。男子 200m 競走予選は4組が出発いたしました。第9レーンは防衛大学校神奈川の小島君、そして第5レーンは作新学院大学栃木の中里君。男子 200m 競走予選は最終組5組です。2レーン4レーンを分けて6名の出場です。男子 200m 競走予選は最終組5組が出発いたしました。